つ、ほんと。一回も飛んでないですよ。違うね、片足で飛んでて止まれへんようになったんよ。待って、両足で両足から片足に変わる。あ、そうなん、両足からのね。自分でこれぐらい動けば、ああ私 800g 落ちる、ちょっと頑張ってやったら 1.3 キロ落ちるんだなとか、うん、体で分かるようになるから、うん、あの明日以降は、うん、あの今日の帰りから体重測る、うん、練習前と練習後、うん、練習前練習後、そういうふうにいつもつけていったら、うん、自分がどれぐらい動いたらどれぐらい落ちるっていうのが分かるのか、うん、やってみましょう。じゃあまずノートで、練習前着替えて、こっち出てくる前に測り方も分かるでしょ。またあれをね、準備を一緒に受け付けてくれました、昨日。ああ、そうか、それをやって、うん、帰りやったら確実に落ちてるから、この辺って励みに、うん、まあ、どんな落ちるのってやり方がだんだん分かってきます。やりましょう、今日から必ずショートにつけてやっていきます。 OK、 はい、はい、入ったのがピンポンなった、ピンポンなったのかな。もう大丈夫ですか。あ、そう。結構アップに戻ってきました。肩足ができて、ほったらかされてるのか。すいません。ステーキが回るからほったらかされてる。あ、れます。私あれつけるのかな。ごめんね、お兄ちゃん。あ、そうです。すごいよね、縄跳びですごいやつですね。これ買ってない。あ、お疲れ様です。
たね。さあ、ちょっと頑張るよ。よいしょ、お願いします。はい、さあ、構え、構え、昨日教えてもらいました。はい、一応もうさあ、もうこの背に合わせて、背に合わせて、はい、で、まず右足の親指のあたりを線の上に使って、はい、で、あ、右足のかかとを、はい、右足かかと、はい、線の上ぐらい、はい、もうちょっと開いてもいいですか。あ、そう、斜め、そうです、はい、で、右足はかかと上げてみて、はい、で、重心は真ん中に、はい、で、膝柔らかくしてもらって、で、半身で、はい、こういうふうに、で、右手顎に、はい、で、左が真ん中に、はい、まあ、構えてもいいです。あらちゃん、体がねじれます。ここからまっすぐ最短距離に出る。まっすぐ今こうなって、はい、もう大げさに言うとこのまんまでもいいぐらい、はい、で、余裕あったらこう、そうそう、はい、ちょっと半身になります。お、半身、そうです。あ、どこ、本当はどっち、膝やらかく、膝やらかく、膝って結構前で、はい、もうちょっと来ますよ。ここ90度ぐらい、うん、はい、前に持ってきてもらう、はい、こうならないんでしょ、こう、そうっす、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ前に、まっすぐ、なんかこうしてたかもにね、あかんの、あ、それはこう当たるときに手首で返して、はい、じゃあ基本的にもうイメージこれで、はい、このまんま、はい、そうそう、そう、あ、こんなの、はい、今いいはい、まだ
月30日に来てるんですよ。へぇ、すごい。みんな後楽園、私毎回行ってたら大変だみんな好きでみんなが見に行ってたら大変。あ、お願いします。はい、さっきの顔。はい、ちょい返してるんですかね、右足。そうそうそう、今チケットあるんで、一番安いのを忘れてた。